はい、皆様おはようございます。金ちゃんです。ご視聴ありがとうございます。私はただいま、宮城県の南部、白石市というところにやってまいりました。はい、ね、白石市、有名なの一つ、はい、白石城でございます。はい、白石城ね、もう宮城県屈指の観光スポットでございます。はい、ね、見てくださいね、紅葉も綺麗です。はい、ね、見てくださいね、色鮮やかです。めちゃめちゃ綺麗。はい、散策もできます。はい、朝のお散歩コースいかがでしょうか。はい、そしてね、今もう葉がついてませんけれども、桜のね、名所となっております。はい、こちら、ドローンはダメです。はい、あとね、キャンプもダメですね。もちろんでございます。はい、ドローンとキャンプダメですからね。はい、お弁当ね、持ってね、食べるのは構わないと思うんですけども、ゴミはね、持ち帰るようにお願いいたします。そして ね、10月桜っていうのがあったんですね。はい、ではですね、10月桜と一緒にね、お城の写真まで、カウントダウン5、4、3、2、1。どうですか、ね、これが白い市場でございます。はい、桜が10月の咲いててね、はい、自分4月とかね、そういう時期本当ね、これ来たいんですけどね。はい、4月は連休ございませんので、はい、ね、正面の正面玄関、うん、入り口はこういう形です。はい、ね、公園となってますので、一応ね、あの入場は無料ですけれども、あの天守閣は有料になります。はい、ね、桜がまたいいですね、やっぱりで、ね、城と桜はなんでこんなに合うんでしょうか。はね、満開の時期にね、お店できてればね、いいんです、いいんでしょうけどね。見てくださいね、ベンチ、文字がね、文字がいいですよね。はい、調子にもね、あるんですよ、調子にもね、ああいう文字が、はい、ひげた醤油っていうね、ベンチがあるんですよ。はい、調子はね、キッコーマンだけじゃありません。はい、ね、調子にはね、ひげた醤油もありますね。小学校の時ね、行きました。はい、醤油ね、工場見学して、はい、ね、お醤油もらいました。はい、まあ自分はね、あのどちらかって言ったらひげた醤油の派なんですけれども、はい、でもね、最近ほら、密閉できる醤油あるじゃないですか。それになってからね、色がほら、酸化するじゃないですか、色変化して。はい、なので、最近キッコーマンかな、はい。よく使うようにはなりましたね。はい。この石、石碑と一緒に、撮るわけですよね。皆さんね。はい。こういう形で、自分はね、この構図でパシャパシャパシャーって撮ります。はい、で真ん中でもね、いいんですけどね、どうしてもね、バランスがなので、こういう形でね、写真撮った方がバランスよくなると思います。はいね、天守閣は400円有料でございます。今回はね、お時間の関係上、行きません。はい。ね、ちょっとお見せすること残念なんですけれども、天守閣ね、自分も初めてね、見ることができました。はい。ね、ちょっと
本当ね登りたかったんですけどね、本当この後ねもうすぐ行かなくちゃいけなくなっちゃうので、この動画ねそろそろ締めたいと思います。はいね、中は公園になっております。はい、朝のお散歩、体操ね、お弁当も食べれますね。しだれ桜は春が見頃です。はい、いかがでしたでしょうか。これでね、白石城の動画を締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。